ロベルト・マクシミリアーノ・ペレーラはアルゼンチン・トゥクマン州サンミゲルでトゥクマン出身のサッカー選手。セリエウディネーゼ・カルチョ所属。ポジションはミッドフィールダー。CA ・リーベルプレートのユースチームでキャリアをスタートさせ、2009年に CA ・ウラカン戦でデビューを果たした。2010から11シーズンにリーベルプレートがクラブ史上初となる二部降格となったこともあり。 2011年8月30日に、ウディネーゼカルチョへ5年契約で移籍することが発表された。2014年7月25日、ユベントス FC に買取オプション付きで1年間のレンタル移籍が決定。シーズンの途中から、3バックから4から3から1から2にしたことで、トップ下として、レギュラークラスに定着、攻撃の切り札として活躍した。 2014から15シーズン終了後、ユベントスは、ペレーラの1400万ユーロの買い取りオプションを、行使した。2016から17年より、ワトフォードに、移籍、2018から19の、プレミアリーグ開幕戦ブライトン戦では2ゴールの、活躍で開幕戦の勝利を助けた。2020年9月28日、ワトフォードが2分に降格したため、 フルスノウディネーゼ6年ぶりの復帰が決まった。アルゼンチン代表として 2011FIFAU-20 ワールドカップに出場した。2014年10月11日のブラジルとの親善試合にて A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。